スイフトだ。オレンジ色のスイフト。これなんだ、 BM か。 BM の結構いいやつ。なんだろうな、 M3 とかそこらかな。ちょっと出てこんけどね、 BM のすげえやつだ。マスタング来たね。マスタング、ファイヤーバード、やばい雨さ。やばいアメ車の前にフィットだね。フィットお帰り。マスタング。アメ車はお帰りじゃないのか。とりあえず86軍団。86だけで何台いたかな。なんか20〜30台で聞かんよな。アメ車のファイヤーバード。ちょうどこう柵がこうモザイクみたいなになって、いい感じ。こう Z だな、33の Z。 屋根焼き、屋根も赤色に塗ってあるのかな。すごい、元の原型がわからんくらいすごい33だね。86だね。86だね。ボンネットカーボン。フィットだね。フィット。フィットかな。フィット。お、これはなんだっけ、何らかの会社だね。フィアットの500かな。フィアット500お帰り。やってんね、なんかすごいことになってる。すごいことになってる。やってんね、今こんな感じね。この距離なら86来た。当たりそうだ、怖い。どうぞどうぞどうぞ行ってください。どうぞ行ってください。気にせずに。86お帰り。これね、もうなんかエアサスだったね今。ロータスのやばいやつ来たよ。ロータスのあれエリーゼですか。エリーゼか。これ結構昔のやつじゃないの。昔のやつですね。ねえ、今のやつじゃないよね。今のやつじゃないですね。ロータス、いやもうだいぶ帰っていっちゃったっすね。もうほとんど帰ったけどね。そんなに帰ってきました、ね、フィットだね。エリーゼ帰ったね。まあ、まだ他にもいるよエリーゼ。あ、来た来た、ロータスのスーパーカー。スーパーカー来たよ。屋根なし、やっぱ屋根なしかっこいいね。屋根なしは気合だよ。
台風来たらどうするよ。屋根自体ちょっとどっか屋根閉まったのかな。トランクかどっかにしまうところがあると思うんですよ。ある。これエンジン後ろじゃなかったっけ。これあエンジン後ろっぽいっすね。後ろだとあんな乗らんしょ。なんで前のボンネットに入る。そうっす。ボンネットが圧力が移動しただけ。もう一回ファイヤーバードを取り直しね。ファイヤーバードポンティアクのファイヤーバード。真後ろから行くとナンバー映っちゃうもんで、ここまで、ここまでしかダメです。そうミーティング関連ではナンバーまずいっす。あ、そうなの。まずいっす。あと正面も斜め。それはね斜め左まで。やっぱ銀座ぐらいメジャーになってなっちゃうと、もうすぐ苦情来るもんでね。あ、これナンバー結構下向いてるもんで、結構下方向もいけるね。ホンテクのファイヤーバードね、やばいよ。これは超ヴィンテージモン。ヴィンテージモンやばいよ。これはヴィンテージモンやばい。ヴィンテージモンやばい。これはこれファイヤーバードのロゴだよね。これはすごい。お車には触れないので安心してください。ファイヤーバード。フォードは GTR とは書いてないか。でも R って書いてある後ろ。R って書いてある。R だよ。フォードあの、あ、結構鬼キャン来てるね。めちゃめちゃ鬼キャン来てるよ。かっこいい。これ毎年やってんすか。いや、今回はここは初だな。かっこいい。カマロだよ。アメ車のスーパーカーだね。かっこいい。今なかなかあの、そうだね、カバッターって見ないですよね。角張りないよ、うん、うちのね、お袋が昔乗ってた。車体色黒で、俺フルスモークにしたらなんか怒られた。そうっすか。見えんじゃねえか。ファイヤーバードと本物の。すげえ。取るね、向かいちゃう。 0.6 倍だったら顔は映んないよ、この距離。ナンバーもほとんど分かんない。 0.6。音やばいね。ファイヤーバード試乗か。あ、まあパトカー来た。パトカー警戒中。 V8 のいい音してるね。これぞマスタングの V8 サウンド。 V8 だよ。あれ撮ったんですか。近づいてきたらカット。って出世だよ。いいですね。まだしかも、まあでも家賃払い続けること考えたらどうなんですか。そう一緒ですよ。フィットお買いです。オレンジのフィット、みんな同じに見えるね。同じですね。2代目汎用のリアウィング。エアロもやばい。ランエボ、しかもなんかクラッチがあれかっこいい。 BBS ランエボだ。オーナー正面我慢、ポンティアック、ファイヤーバード。こうやって空映ると気持ちいいね。これ空が映るとね。ああ、天気がいいもんね。絵的にね、空映ると最高にいいもん、ね、日が長くなったっすね。うん、これは一体あ、でも西日がいい感じでこう綺麗に撮れるね。そうですね。ここファイヤーバード。あ、ライエボ10か。
じゃないと無理だね。なんだろう、ギャランか、ギャラン GTO、 コペンだね、最新型のコペン。プラのコンセプトがダサすぎる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コペン、最新型のコペン、電動の屋根焼け、電動の屋根、電動の屋根、特徴持ってればいい。86、結構いい角度に降りていくね。やっぱさすがローライダー。86だね。86です。この86ちょっと色違うよね。違いますね。塗り替えてある？かもしれないです。レカロ入ってるよ。おお。デュアルマフラー。お、この86結構やってるね。やってますね。カーボンのボンネットついてる？カーボンのボンネットに。カーボン風ボンネット。ああ、これうねりながら降りる感じね、はい、ちょっとうねらんと擦っちゃうもんでね、はい、うまいね降り方。ドアパネルも色変えてあるね。ドアパネルも変えてある。マッサンマッサン、ファイアーバードのお姉さん。ファイアーバードかっこいい。一人ファイアーバード。ファイアーバード、ファイアーバード。ありがとうございました。ファイアーバード一人だったんだ。ファイアーバード一人だよね。かっこいいね。みんなもう残りタイムギリギリで出ていく、そんな感じ。残り1分2分。あの音、あのマスタングか。マスタング、マスタングやばい。あー、音いいっすね。ああ、こすった。どうしました？いや、ゴリッとちょっといった感じ。ありがとうございました。おー、なんかこすったね今も。微妙に擦りました。擦ったね。これウネランド擦るよ。擦る。擦る。あー、セーフ。これもちょっとうねった方がいいね。そうそう。いい感じです。うねってくれた方がね、嬉しい。多分主催の人です、うん。これはリップそんな出てないもんね。コペ。これは余裕か。これも余裕っすね、うん。あ、これ結構低いよ、この足。いい具合にタイヤもツラ来てるね。ツラも来てるし、引っ張りタイヤで。おお、ギリギリ、ギリギリだね。1センチなかったね、今。終了です。はい。ありがとうございました。